クリコロ州は、マリ共和国の州。マリ西部に位置し、首都バマコを取り囲む地域を、州域としている。州都はクリコロ。クリコロ州域は、かつて、ガーナ王国、スースー王国、マリ帝国など様々な国家によって支配された。クリコロ州は北をモーリタニア、東をセグル州、南をシカソ州、南西をギニア、西を海州と、それぞれ接する。 この地域には、ニジェール川をはじめとして、バオレ川、サンカラニ川、バオゲ川、バニ川、バフィン川などの川が流れている。バマコ市の北側には、サヘル地帯が広がっている。州内には、州とクリコロをはじめ、カティ、コロカニ、ナラ、バナンバ、ディオイラなどの都市が存在する。ブークルデューバウレ国立公園などいくつかの自然保護区がある。住民は、バンバラ人や、 マンディンゴ人、ソモノ人が多く、ニジェール川流域周辺に集まっている。この地域はマンディンゴ人の古地として知られている。マンディンゴ人はマリ帝国を築き上げた歴史とともに、グリオなどの伝統的な文化を保持していることでも知られている。この地域はイスラム化されたものの、現在でもアニミズム的な伝統が根強く残っている。この地域では、 バンバラ語が最もよく使われる言語である。クリコロは伝統的な人形劇場で知られている。ミュージシャンのサリフ・ケータやロキアトラオレはこの州の出身である。カティ県カンビラ村の家畜ククリコロ市はダカール・ニジェール鉄道の終点であると同時に増水機に運行されるニジェール川水運の起点でもある。増水期になるとクリコロからセグー、モプティ、トンブクトゥ、 カオなど、下流の諸都市に向けて、船が運航する。クリコロ州は、農業が、主産業であるが、セリングエダムの水力発電やファナの綿工業など、工業も一部で行われている。クリコロ州の各県クリコロ州は、七つの県に、分かれている。奈良県ならば南馬県ば南馬、コロカニ県、コロカニクリコロ県クリコロディオイラ県、バンコカティ県カティカンガバ県カンガバ、EN。 ベンカジ・ハバラ・デューグー、EN、ケニーバ、コリーコロ2001年時点の人口は1516,486人。ありがとうございます。